はいどうも、テラキラスです。さあ、本日7月1日、7月になりましたよ。ウルトラマンブレザー直前スペシャルがね、放送されまして、いよいよ来週ウルトラマンブレザーが放送開始となります。ということで、ウルトラヒーローシリーズから、テレビ放送に先駆けて登場いたしました。ウルトラヒーローシリーズ、ウルトラマンブレザー、こちらで遊んでいきながら、ウルトラマンブレザー、楽しみだね、と、喋っていきたいと思います。ということで、行きましょう。はい、ということでね、ウルトラマンブレーザー、僕はプレミア発表会を行ってね、すごくね、そのブレーザーの、あーすごいなーってちょっとね、いろいろ期待しちゃってる部分が大きいと思うんですけれども、というのもね、こう先行でね、本編、ジャッと見ちゃったっていうところもありまして、逆にそれがちょっとこう生殺し感というか、先に見れて嬉しさはあるんだけれども、それが故にですね、気持ちなんですよ。で、もう本当にね、ネタバレとかになっちゃうから、あんま深いことは言えないですけど、本当にね、おもろかったんですよね、シンプルに。相当期待値がね、高いなっていうところがまずね、一個、本当あります。まあそんなね、ウルトラマンブレザーなんですけどもね、ソフビ人形ね、じゃーんとね、しっかりと今年もね、発売されましたよと。いや、すごくこう、デザインが今までのウルトラマンとはね、こう全然違うようなフォルムをしていて、すごく面白いんですけれども、そんなウルトラマンブレザーね、ちょっと見ていきましょうか。はい、じゃんとタグ切ってきました。ウルトラマンブレザー。よいしょ、足元からね、見ていきたいと思うんですけれども、最近ね、やっぱウルトラマン、デッカーとかもそうだけど、アシンメトリー、ウルトラマンといえばシンメトリー、左右対称なところがね、やっぱ一つポイントだったと思うんだけれども、今回のウルトラマンブレザーなんかは、それがもうガラリと変わっていて、アシンメトリーなんだよね。左右非対称なんですよね。っていうところでですね、その辺がかなり出ていてですね、グレーの成型色でこんな感じで再現されていて、僕基本的にこのグレーの成型色本当はあんまり好きじゃないんだけれども、でもウルトラマンブレザーには合うんだよね。ブレザーって結構シルバーが強いというかグレーが強いような印象を受けて、で、シルバーとかグレーとか黒とかそういったその割と落ち着いた色がこう織り混ざっているようなウルトラマンなので、こういった地味めな成型色も普段のウルトラマンだったら合わないんだけれども、ブレーザーだったらは意外とそんなにね悪くないなっていうね印象を個人的に受けた感じがしますね。まあなかなかねその低コストで低価格でありながら、まあどこまでウルトラマンブレーザーのかっこよさを再現できるのかっていうところで、これまた一つ挑戦だと思うんですけども、これ今回僕結構好きなソフビなんじゃないかなってちょっと思いましたね。まあ本当はねこう足元ぐーっと見ていくとたくさんこう色が入っていると思うんですけれども、まあそういった部分ね、さすがに省略されてます。まあ、この辺とかは SNG フィギュアとかウルトラマンブレザー出るでしょうから、まあ、この辺に期待したいと思うんですけども、それでも造形とかすごく細かくて、すでに、リペイント塗装なんかされてる方も Twitter とか見るとね、そんな写真見受けられるんですけれども、めちゃくちゃ、すごいですね。これ全然資料とかないのに、がっつりね、塗ることできるなってね、尊敬してしまうんですけども、いや、なかなかね、すごいですよね。ただ、塗装しなくてもかなりこう造形の細かさとかはわかるし、かっこよさも出てるんじゃないかなと思います。で、まあ、要所要所大事な部分はしっかりと塗装されてるなっていう印象を受けるんですけども、この、お股のこの黒いラインですとか、こういったところは塗装されてます。あとはもう何はなくてもブレザーと言ったらこの赤と青の織り交ざるこの線のこのラインですよね。この辺がしっかりと再現されていて、こういった模様のウルトラマンも珍しいですよね。なんか、あれね、ブレーザーアーリースタイルじゃないけど、このラインが入ってないブレーザーとかね、なんか出てきそうだなとか、なんとなく思っちゃったりしたんですけど、なんかそれぐらい、その、シンプルなシルバー、グレー、黒の、その、フォルムの中に、この赤と青のラインが入ってるのがすごい異質な感じがして、面白いなぁ。このラインにも何かしら意味があるのかなぁとか思ったりとか、すごくね、なんか異質な、ラインがこう、ブワー入っていて、面白いな、思いますね。いやー、しかもこう、結構左に寄ってるというか、ね、全体的に左に寄ってるというか、あとはね、結構ね、アトロシアスっぽいなっていう、まあ、印象をね、受けましたね。まあ、今回もデザイナーさんは、後藤正幸さんっていうところで、まあ、ウルトラマンゼロですとか、まあ、それからね、たくさんのニュージェネウルトラマンたちを生み出してきた、まあ、巨匠ですけれども、
そんなこと、正幸さんが、今回、ブレザー作ったわけですけれども、割とその、まあ、後藤さん特有の手癖と言いますか、その後のシアスっぽい、ちょっとこう、骨というか、外骨格的な、まあ、そんな、フォルムを強調されたデザインになってるっていうところで、まあ、アトロシアスとかはさ、悪役だったじゃないですか。これをこう、正義のウルトラマンね、主人公のウルトラマンにこう取り込んだっていうところで、この辺もある意味、チラニ精神を感じますよね。うん。そしてね、カラータイマー、こちらでバッチリとね、ありまして、ブレザーブレスの液晶とかと結構似たような形になってたりするのかな？どうなんですかね？顔ですね。お顔もね、見ていきましょうか。お顔もね、左右非対称でね。しかもこう、結晶体がこう、ついてるっていうのがね、ポイントで、左の、この顔の部分、この結晶体がガーッとついてて、なかなかね、すごい顔つきをしてますよね。なんなら一見悪役にもね、見えかねない、お顔つきをしてるんですけども、めちゃくちゃかっこいいですね。で、意外とね、ブレイザーね、丸顔なんだよね。この、左側の、結晶体のせいで、結構長く見えるっちゃ見えるんだけれども、案外その、結晶体についてね、右側のこう顔を向けると、丸顔なんだなって、着ぐるみ、スーツ見て、ちょっと思いました。はい。だからちょっとこの辺が、なんか見え方、角度で、また、ブレイザーの表情が、変わって見えるっていうのがね、ちょっといいなと、面白いなと思いました。いやでも顔かっこいいね、ブレイザーね。顔かっこいいわ。おー、耳なんかも結構尖ってるんだね。こんな感じで。耳すごい尖ってる。いやー、背中から見てもすごいですね。特にウルトラマンの背びれがすごい形になってますね。トゲトゲとしていて、ウルトラマンのこうね、割と、背びれってツルンとしたイメージがありますけれども、もうそれをこう逆行するかのようなトゲトゲ具合。刺さると痛いやつでしょ。背面はね、こんな感じで。まあ塗装とかはね、相変わらずないんですけれども、造形がまあ、細かいね。めちゃくちゃ細かいね。複雑で、トゲトゲとしたデザインをしているな。散々こうね、なかなか今までのウルトラマンとは、全然違うなと。今までのウルトラマンにはないようなデザインだな。もちろんお伝えはしてるんですけども。それでもですね、しっかりとウルトラマンらしさっていうのをね、こう保った、やっぱフォルムをしてるので、こうパッと見てね、ウルトラマンだって、やっぱそれでもわかるデザインに仕上がってるっていうところもポイントでいいですね。戦い方とかもめちゃくちゃ楽しみです。さあ、すごいファイティングポーズっていうか、なんか構えなんかもすごい予告とか見るとさ、こうね、面白いアクションをしているので、この辺も楽しみですし、あと、スパイラルバレードか。スパイラルバレードっていうね、必殺技。槍状の武器を用いて戦うらしいので、まあ、この辺なんかもね、どうやって戦ってくれるのかーっていうの。はい。まあ、そんなウルトラブレザータグカードも見ていきましょう。はい、ギューンとタグカードこちらとなります。ウルトラヒーローシリーズ90番。何気にまだ90番なんだ。意外と少ないな。怪獣系がさ、数値バグってるから。意外とこんなもんなんだと思いましたけど。ブレザー。あー、かっこいいですね。ブレザーさん。はい。こんな感じで、あー、いい顔つきしてるね。いい顔つきしちょるね。そんなウルトラマンブレザーさんが、出身地が M421 という、今までね、M78 星雲でもなければ、O50 戦士の頂きでもない。一体どこから来たんだい、ウルトラマンブレザー、そう、M421。それは一体どこなんだい。そんな新たな場所から来たウルトラマンブレザー、必殺技が、スパイラルパレート。ファイナルパレード光の矢を用いて戦うらしいですけれども、ウルトラマンブレザーさん、一体どんな戦い方をしてくれるのか、一体どんな怪獣とどんな戦い方をしてくれるのか、いや、楽しみで仕方がないですね。まあ、第1話からいきなり野戦っていうところでは、第1話からね、いきなり、野戦っていうところでね、僕的にはすーごくね、またこの期待値が高いんですけどね。はい。そんなウルトラマンブレイザーさんなんですけども、なんと今回掛け声ね、岩田秀吉さんがですね、声を当てられてる、掛け声をやられてるっていうところでですね、ここも驚きでしたよね。もちろんウルトラマンブレイザーのスーツアクターさんは、岩田さんっていうところで、ね、岩田さんが中に入っているんですけれども、なおかつ声までやってしまう。これまたね、驚きのね、情報がね、先日解禁されましたね。いやー、特撮、アニメとかだったら、中の人を呼び、声優さんのこと中の人呼びするじゃないですか。中の人をね、言ったりしますけど。まあ、アニメだったら全然いいかなと思うんですけど、僕、特撮だと中の人っていうと、やっぱスーツアクターさんの方かなっていう、こう、紛らしいなと思うので、その、声に対して、声優さんに対して中の人呼びを、こう、
ヒーロー特撮系でやるの、僕ちょっと違和感だったんですよ。だけど、今回中の人呼びしても、岩田さんだから。岩田秀吉さんだから。全然構わない。これまたちょっと面白いなってね。思うところはありましたね。はい。いやー、ブレイザーの声自体すごく特徴的でさ、これもやっぱ今までのウルトラマンとちょっと違うというか、もうシュワとかさ、部屋掛け声っていうかもう方向っていう感じがしたじゃない。うわーみたいなさ、うわーみたいな、すごい掛け声だな、みたいな。ねえ、そんなブレイザーさんだったんだけど、その声まさか岩田さんやってると思わなくて、この辺ちょっとね、びっくりしましたし、どんな声を聞かせてくれるかっていうところもね、楽しみですね。はぁ。はい、ということで、今回は、ウルトラヒーローシリーズ、ウルトラブレザー、遊びをですね、堪能しながら、来週、いよいよ放送開始となります、ウルトラブレザー楽しみだね、と、ね、そういうね、動画でございました。いやー、ブレザーもね、もちろんね、楽しみなんだけど、僕結構スカード、ドラマの結構その辺、人間ドラマ的なところも結構楽しみだったりだとか、あとやっぱ、怪獣がね、今回もほんと気合入ってるし、それこそソフビーシリーズなんかもめちゃくちゃ気合入ってるので、いや、だからね、ちょっと全部楽しみはね、ブレザーの格好さも文句なしだし、スカード、怪獣、いろいろな要素、ちょっとどれも楽しみだから、ちょ、ほんと今回期待値がね、やばいっすね。はい。というところで、いよいよ来週ですよ。楽しみですね。いやー、ブレイザーブレスも買いに行って、ね、怪獣も買って、楽しみにしたいと思います。以上、ドラキャスでした。それでは、バイバイ。